スイカ。スイカ。スイカだよ。スイカ食べる人。皆さんこんにちは、クロヤンで桜子チャンネルのママです。今回も動画をご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、前回のね動画でお伝えした通り、美味しいスイカをねクロヤと桜子と一緒に食べてみたいと思いますよ。多分ね今回もねクロヤと桜子のすっごいね食べっぷりをね見られると思うので、乞うご期待ください。わかる、スイカ食べる、こうやってカッ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 、ミントあげようかな。ミントあげようかな。食べようよ、切っちゃうか、普通に。わっ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 、めっちゃ切れる。食べやすいです。これがさかって、え奥様は違うかな。嘘だよ、ちゃんとあげるよ、1個スヌードつけて、スヌードスヌード、はい、ね、カカ、スイカとか、うん、おいしそう、これね、おやばいね。クロ、サーリー、おサーリー、サーリー、待て、待て、待て、美味しそうな音がするね。あれまくりだね。うわ、すっごい食べてる。これ一番美味しいとこ食べないの、その先っちょ。ここ残ってる。一番美味しそうなところ。ちょっと形がおかしいから。ね、皮食うの、お前、皮。どんどん掘り下げてっちゃう。形が。さっきからまだあるよ、ほら。下ばっか食べてないで。気に回っちゃうな。うわー、すごい。ちょっと皮舐めない床舐めない。
あ、さくら頭にスイカかぶってる。あ、ほんとだ、スイカついてる。もうそのまま桃も限界だ。桃限界だし、ね、白いよ、白い、ね、あれれ、もう終わっちゃうの。さくら口すごい、見して見して見してね。さくら、さくら、さくら、もう終わり、もう終わり、もう終わりだよ。口紅つけたみたいになってるよ。お口がすごい、何それ。さくらめっちゃ舐めてるし、汚いな。舐め、終わり、見せて、お口、お口、はい、お口、お口。口がひんまが汚いね。さくら、いっぱい食べた。どうでした、スイカは。美味しかったですか。美味しかった人、ドッキンドッキンして、ドッキンドッキンして、美味しかった人、お風呂がいる、お風呂がいる。はい、さくら回収。スイカ洗い流そうね、スイカをね。スイカ洗い流すんだよ、スイカ洗い流したわね。さくら、めっちゃ見てる。真っ赤だね、クロチン。もクロチン、スイカ美味しかったですか。あれ、縫い物が咲いちゃってて、えすげえ、スイカ探してた。スイカ美味しかったですか、クロチン。美味しかった人、うわー、ゲップがすげえ右手に伝わってきた。ゲップがイカレスに上がってくるのが、ふわって下から上がってきた。グッ、ふわってね。はい、クロチン回収。それ汚れたしでね、せっかく洗ったのにね、今日ね。さっき、来た来た来た、何で来た、逃げた逃げた逃げた。はい、ということでですね、今回はクレと桜子、美味しいスイカをね、たくさん食べました。美味しかったかな。きっとね、たくさん食べて満足だったと思います。よかったね。はい、ということでね、今回の動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。ぜひ一言だけでも大変励みになりますので、よろしくお願いいたしますね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ、バイバーイ、さくら、バイバーイって。